どうもシャペンです。今回は、東京グールコラボが始まりました。で、ゴールデンウィーク恒例のこの0時からですね。夜コラボ結構本当に眠たくなっちゃうんで、相性悪いかと思いきや意外と弾けてるんだよな。この眠さにかまけて。なんか亡霊でかくね？気のせいか。パンパンに詰まってる気するけど。で、今回やっぱり金木ですね。金木くんが明らかに抜けてる。なので、多分これピックアップ待った方がいい。これの弾き方は、ピックアップを待ってそこでしっかり出すってのが手だと思うんで、ここで弾くのはちょっと実際、愚策かもしんないですね。ただそういう時、いつだっけな先に弾いたの？あれガンダムか。ガンダムシードフリーダムの時が確か20連でコンプしたから、今のところそれが今年の、ないか。あれ異常だったからな。で、しれっと源を弾いている。だってこっから止まったら、もうで、オデュッセイヤも引いたから、止まったらコラボ確定ですね。あ、そっか、早っ。いい。うん。コラボ確定は、引いてるか、フリーでも引いてるし。あれ、最近コンプできてないんだよな。フリーでもフェルング出なくて、学園も結局アルビー引けずに終わったんで。おっしゃこれはナイスなパターン。これは良かった。ここのまでが一番危なかったっすね。いや、しょっぱ引いたらでかい。うますぎる。これでだいぶ、でも、ほんとあと、もう一体欲しいですね。よく言うんだったら。だって、あの4種ギミックっすよ。あの対応ちょっと強すぎる気がするんだよな。ダメをワープ減速転送壁っていう。主要2つと減速転送。ピックアップやってるもん。うますぎるぞ、ちょっと。やってる。もう、いや、さすがに満足はしないですけどね。とかも、まあ、ちょっと最近のコラボ砲撃型っぽい性能ではあるんですけど、まあ、ここ3種で来たら全然強いし。で、結局、丁寧さんの、ラスゲー難しいですからね。丁寧さんのラスゲーちょっと楽になるんだったら、まあ、それは引いておきたい。でも、まあ、1体でいいんですかね。ボス1とか逆に入んなそうだし。やばい、どうしよう。なんか、ワンチャン、花粉症やった説あるんだよな。なんか、花粉症って蓄積らしいですよね。突然なるみたいなことがあって。くしゃみが例年の3倍ぐらい出てんだよな。鼻水は出てないし、わかんないっていう。あ、タージマハル。まあまあ、本当にとりあえずこれ、金木を、この時点で2体引いてるってだけでもうちょっと、満足はしているわ。かといって撤退するわけにはいかない。これでまた どっちか2人引けないパターンな気すんな。遠かな気がする前のフリーレンのフェルンと一緒で東京グールのちょっと漫画読みたいな。僕は今のところニコニコ あのコメントのノリでしか腹から声出すのあれしか分かってないんですけど、でちょうど来週新幹線乗るんで、新幹線なんか一番ねその漫画読みやすい環境ですからね。ちょうどいい作品を見つけました。なんか漫画面白いらしいし。さあ最初のあれが嘘のように。いやもう実際それぐらいの代償というか、金金2体引いたらまあ最悪他出なくてもっていうギリ納得できるな。しかも最初に引かしてもらってるからこのメンタル面が違いますもん。武蔵で止まったら、うん、そっか、もう最初星玉で引いてるから止まっておみたいなことはないから、それがなかったのか。まだ今回は90そんならしな。さあ、逆にこうなると、金木以外の時のピックアップで引きたくなってくるっていう。でもここ最近のフリーレンと学園の影響で、やっぱりピックアップのね、ありがたさってのを再確認したんで、あやかっていきたいんですよね。まあでも、最初ちょっと、ブーストをかけたいなっていう。ほら、もうこれ完全に。いや、それぐらいのことをやったんだよ、多分。しょっぱな金強に対して引くってのは。ないね。まあ、今これ引いたらちょっと迷ってたな。さすがに鈴やかな。空中庭園さんな、結構なんかラスゲ積むときは積むんすよね。先月開催結構、ああさ。これ武田信玄か。そういえばイラストの変貌すごいな。あんな男になって。庭園さんはなんかすごい、やればやるほど難しくなっていくっていう。
なんか昔の近畿とかの23とかそうだったんですけど、その枠あるんですよね。だんだん開催重ねるごとにちょっと難しくなっていくって、なんか難しくなって本当になんかあるんですよ。クエスト変わったかっていうぐらい。やばい、なんか今ちょっと滑舌が夜なんで。スピーカーなんだこれ、キラ尖り勢がキラ EL 勢でしょこれ。やっぱ最初に引いた分出てくんないっすね。ピックアップに逃げるべきな気してきた。だってこれ金地じゃなくて、この他の2人で2体だったって可能性ありましたからね。今回の感じ、本当に運よく金地が出たっただけで。いや、確定もないかな。おし、これはどれだ、関係あるか。これ普通の演出。普通の確定演出を引いた。いや、どっちか2人あったし、まあ、金地艦隊でも全然まあ許せるというかありがたい。よっしゃ、どっちだ。おっそ、なんかこう出ないと思ってた、逆に。フェルン的な感じで。そっちが出ないか。まあもう本当になくはないんで、ハマるとこは。いやいや、でも上場。いや、でコンプできるかな。ここはコンプで終わらしたいが、これでなかったら3連続。まあこれはこの後ピックアップで狙うっていう作戦もありますけど、コンプさせてくれ、強欲。いや、もう今回マジで出るか出ないかな。あ、石いた。まあちょっとここは行っちゃうか。まあ絶対ピックアップまた方がいいんだろうけど、まあ今日はちょっと調子良かったんで。じゃあ、来ねえかな。でもな、最近ピックアップないからな。おお、カネチ。いや、まず、おっしゃ、でかい、終わった。ナイス、よっしゃ、完璧だ。これは超理想。これは理想すぎるわ。いや、140点。あげたい。もう、あー、もう最後のこの、あの引いちゃおう。ということで僕ちょっと0時開催のガチャはちょっと眠気に負けてしまうんですけども、だからそれに反してガチャ運は強かったですね。コンプして、しかも目当ての金木を艦隊分、てか自軍艦隊か、用意できたということで、まあ、引いといてあれですけども、ただ絶対これあの、ピックアップまた方がいいと思うんで、金木ピックアップの時にがっつり引くってのが一番いいんじゃないかなと思ってます。これはほんと運よくいっただけだと思うんで、よかったらコメント欄から皆さんの、ガチャ結果とかお待ちしております。あと、次にチャンネル登録していただけると、こんな感じで動画とか頑張っていくんで、よかったらしていただけると、モチベーションつながるんで、よろしくお願いします。ご意見もぜひでは。ご視聴ありがとうございました。ここで引いたらすごいけどな。ここでコラボ演出とか引いたら。絶対シングルでよかったんですけどね。いや、これは今回のこの結果をね、祝して、もうお布施という名の。金木だ。